iPhone5 で画面の端っこが紫色になる問題があります。この壁と、白い方は窓なんですけれども、これを映した映像で確認してみましょう。少しずつ窓の方を映らなくようにしていくと、だんだんと紫色に見えてきます。これがパープルヘイズとか言われている問題です。ビデオでもその現象が現れているのがよくわかります。